自分に見えたりすることだった気がした。リングキュージョー KH51 試合目ということでね、今日もヒロさんに久しぶりお願いして、ありがとうございます。昨日はいい試合でした ね、はい、今日も森下なんで、なんとか勝ちましょう。雨だけがね、ちょっと怖いけど雨降ってるから、なんとかなんとかね、雨止んでもらって、今日勝って勝ち越し決めて、そうですね、明日も勝って、昨日は勝って、はい、ということでね、今日の注目選手、まずカープ、昨日猛打賞、ヤクルト戦の得点圏をサモリサム三輪の坂倉に期待しつつ、土曜の得点圏、サモリサム三輪、ここ神宮ではプロ初ホームランを放った、今日2番スタメン、二股人気を得たいしつつ、見ていきたいと思います。一方、サローズ現在6試合連続ヒット、防災警護者4割サブ5輪の長岡に気をつけつつ、現在6試合連続ヒット、防災警護者は5割オープン5輪のオースナに気をつけつつ見ていきたいと思います。自分たちの方が売れないから、ございます、カビさん、ありがとうございます。くぅー、うまっ、神宮で飲む酒うまっ、久々に飲む、久々です、マジで本当に久々。おカープ戦打率4割のカープギラー川端、ここでか、いや今シーズン打率2割だけどカープ戦4割カープギラー、うーわーうーわ、マジかマジか、あー待ってマジかよ、えぐい、うわー、マジか、わかまれ、マジ今シーズン得点圏ゼロ割並ぶ位置、マジかよ、ここで普通打率も1割だったけどな、うわマジか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 、頼む、
カクレよしよしペアペアオーケーゴ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 ーはいオーケーオーケーよしよしよし一発で同点まで来たぞこれサッカークラナイスや今日2安打起動もうらしょすまじサッカークラいいぞいいぞサッカークラファッシャイファッシャイファッシャイもうそれ中に進め期待応える勝利の一撃攻撃ケロンバチヤマおー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 いやーまずかなあー今年今月まで一本もヒット打ってないっすいやヤクルト戦は4割台なんですけどね松山やばそうです4割2分9厘だったんですよはいヤクルト戦はねでも4月ぐらいの話そう4月5月とかに打ち分けていつまでかえぐいマジでいや森下高橋球児勝てない勝てないかあ残念ねそうだね、試合振り返っていきたいと思います。まず試合が動いたら7回ね、これ。川端慎吾のタイムリーで、ヤクルトが先制と、川端もね、代打の神様。もうこれ代打打率、今シーズン打率2割だけど、カープ戦の打率は4割とね、カープキラーの川端に打たれて。で、さらに赤丸にも、赤丸なんて、今シーズン得点圏0割じゃない、0割並ぶの赤丸にね、打たれて、あの赤丸がでかかったよな。あれがなけりゃねあれがなけりゃだったわ今日はで先発の高橋奎二もね7回投げて無失点で勝ちいや普通にマジで森下もな途中まで良かったけどちょっと本当に今日は余裕で勝てると普通に余裕で勝てると思ったからねダメージでかいっすわで明日もね現地観戦明日は栗なんでねなんとかクリ前回の阪神戦のリベンジ果たしてほしいなと思いますということで今回公演でよぶじちお疲れ様でしたあー顔張った命かけた勝負の舞台恐れずに進め